ちょっとこっちの方に来るとこの雰囲気ほぼなくないです。確かはい、全然なんかおこそかなねえ広いですね通りが。そうなんです。へえ、あ、ここがパワー、はい、読み方が、はい、ちょっと難しいので、そうだ、想像してください。そうですね、なんか長いし読みづらい。一旦降りたら私がちょっと交渉してくるので。あ、ありがとうございます。あ、はい。いらっしゃーい。あ、ここ入れるんですね。すごい。入ってきますよ。ギリギリの。へえ。ギリギリ。じゃん。ほう。じゃん。松木山商店。松字。町地区と書いて。間に山が書いてあると思うんです。当初は、ここ、お山でした。へぇで、まあ、今も、今日、お山。お山なので、登山します。登山ちょっとビビりました。都内で一番低いお山なので。あ、そうなんですね。はい、標高 9.6 メートル。9.6。じゃあ、ここから降りて、一緒に参拝していきます。はい、少々お待ちください。はい、編集とかも自分でやるんですか？ですね、はい。結構なんか。そういうのとか、得意ですか？あんまり、あん、全然得意じゃなかったんですけど、はい、いろいろ習ってやってますね。はい、その、マジですか？そうですね、結構、難しいですよね、編集とか。暑くなかったですか？あ、大丈夫ですよ、全然。よかった、なんか雨降りそうだったので。あ、来ましたよね。ちょっとね。ちょっとこっちって来ましたよね。あ、じゃあ、カバン私預かりますので。あ、はい。すいません、ね。これも任せてください。あ、よかったら。あ、すいません、思いたいね。よいしょ。大丈夫です。いつも人力車聞いてるので。あ、任してください。あ、大、あ、でも置いといて大丈夫ですよ。はい。池上翔太郎さんっていう、はい。文豪家さんご存知ですか？あ、はい。ここ、そこにある。うん。この町、ここら辺に、で、池上翔太郎さんが、まあ、生まれて、で、彼の小説の中にも、この松木のことが。あ、そうなんですね。はい、れてこの辺なんだ。なんか歴史の、あれですよね。よく歴史のこと書いてる人。そうです。めちゃくちゃよく知ってる。いやいや、そんな、本とかよく読まれますか？なんか、そうですね。はい。結構でも歴史の、はい、好きなんで。あ、歴史好きですか？はい、そこまで詳しくはないですけど。めちゃくちゃ、はいはい、今日のコースとかは持ってこいです。あ、本当ですか？浅草も結構、はい、周りとかに歴史がたくさん詰まってて。なので今日の方は、はい、前回行ってもらったところよりも、うん、本当に昔からあるところなので、うん、こっち回って歴史知って、あっちの昭和とかの歴史知って、最後浅草寺でお参りすると、結構もう浅草観光する厚みが出るっていうか、いろいろしてからやっぱ回ってもらうと。確かに。はい。行きましょうか。あ、ありがとうございます。じゃあ階段気をつけて。あ、はい。これが登山なんですか？もう始まってます。始まってます。はい、頂上はあそこなので。で、ちょっと待っててもらっていいですか？あ、かしこまりました。ありがとうございます。石山峠で、ちょっとね、
注目してもらいたいものがあって、はい、この二つ。この二つ、このお寺のシンボルです。ちょっとこっち置いといて、こちら。はい。これ、巾着。巾着。巾着なんですけど、中に、複数お金が入ってて、で、上が紐でキュッて縛られてるんで、お金がこぼれません。商売するってことも意味があります。気になっちゃう、これ。ちなみに、何に見えますか？大根？違います。いや、完璧っす。大根見えました。これ、そうなんです。大根なんですけど、うん、先が2つに割れてるので、二股大根って言って、で、この二股大根、こうやって絡み合ってるので、これ男女の足が絡み合ってる様子を表す。これが夫婦円満のご利益がありまして、で、かつ、大根って、無病息災の役割があるので、その無病息災とか、夫婦円満、商売繁盛、いろんな意味の、が込められたお寺。で、最後に大根持ってきたのが、ちょっと注目してもらいたいんです。結構いろんなところに大根散りばめられてる。実はここ、前見えます、ね。本物の大根があるんです。こちら側です。あ、本当だ。これ、大根を供えするお寺です。え、大根を供えてるんですか？大根を供えします。はい。で、大根を供えして、お供え終わった大根は、私たちが、ありがたく頂戴することができるんですけど、なんか、綺麗な、しっかりした大根、あります。確かに、いい大根ですね。では、ちょっと最初にお参りに行く前に、はい、お清めしていきましょうか。あ、はい。はい、すいませんね、もうそれだと。はい、です。で、これは、私がやった方がいい。あ、そうですね、はい。やらせていただきます。あ、かりました。お願いします。一応、お天水は、中の汚れを落とします。うん、で、ね、方法もありまして、本当は、尺とかイメージされてる方も多いんですけど、ここ手でやらせていただきます。うん、まず左手。で、次右手。で、次左手でちょっと水すくいます。で、本当は口の中入れるんですけど、まあ、振りで、私たちは口をもっともっとして、流して、最後、左手注ぎます。終わりです。ありがとうございます。最後は、こんな感じで、私たちたくさん手拭い持ってるので、手拭いを使って、拭いていきます。かわいいですね。ありがとうございます。あえて、見せるかのように。チャップリン？あ、そうです。そうなんですよ。かわいい。これチャップリン。私のお気に入り手拭い。そんな、手拭いなんだ。手拭いって、浅草にの手拭い屋さんは、本当にたくさんの種類の手拭いがあって、で、お土産に、私はすごくおすすめしてます。手ぬぐいは、拭くこともそうなんですけど、包むこともできますし、で、かつ、薄っぺらいのに、大きいので、使い勝手がいいんですよ。確かに。すごく、手ぬぐい屋さんみたいなこと言ってますけど、でもそれくらい押します。で、今とか、こういう可愛いデザインがたくさんあるので、もちろん渋めのもあるんですけど、自分と、好みによって選ぶことできるんで、ぜひ浅草に来たらお土産で、おすすめの手拭い屋さんもたくさんあるので。あ、はい。はい。あ、でもお土産にいいですね。いいです手拭い。あ、で、じゃあちょっと後で、下町入った時に、うん、ちょっとおすすめの手拭い屋さん、前通ります。あ、ありがとうございます。お天候今回されますか？じゃあ、しようかな。はい。OK です。じゃあ、お線香、できます。あ、はい。はい。1個50円なので、50円。お線香いただきます。で、好きな色、何色好きですか？じゃあ、ピンクで。同感。あ、こんなのなんだ。はい。へぇで、火をかけて、今とか、特に今日とかお盆ですよね。お盆の期間。確かに。はい。で、もうお参りとか、
結構来られる方多いと思うんですけど。へぇー。中に火が入ってるんですか？そうなんですよ。線香の火って、私さっきちょっとやっちゃったんですけど、こうやってキリキリしたり、吹いてやっちゃダメらしい。あ、そうなんですか。こうやって下にシュッて下ろして、へぇー。あ、こんな消し方があるんですね。はい、ちょっと風で気をつけてくださいね。はいはい、あ、はい。はい。これ、立ちます。はい。ガラ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 。で、立った後、煙をこうやって自分に匂いをつけます。で、あと自分が良くなりたいところ、中に煙を浴びていただくと、私とか足からも全部感じたいな。今回はやめておきます。で、匂いつけて、仏様に、来ましたよっていうアピール。アピールっていうか。はい、へぇでもこう、なんか一緒に教えていただくとよりわかりますね。なんか、いつもね、一人だと。これ結構、浅草寺とかでもそうですけど、うん、お参りする際に使えるので、さっきのシリーズとかもそうです。はい。もう、ここだけっていう、このお寺だけっていうことではないので、よかったら買ってみてください。わかりました。ここは、中は映せないんですけど、はい、こちら、さっき大根をお供えしてあったと思うんですけど、はい、あの大根はお供え終わった大根です。なので、無料でいただくことができます。ありがたい。はい。おまんま、厳しくなかった。あ、いいですね。大好きな方、ぜひ。そうなんですね。はい、すごい。ここからは、まあ、私だけ映してもらえる。あ、わかりました。はい、中は映さないで。せっかくなので。持ってますよ。あ、大丈夫ですか、ね、大丈夫ですか、はい、ごめんなさいね、なんか。ここはお寺なので10円です。はい。10円を置くようにして。うん、はい、ありがとうございます。はい。さっきここって言ったんですけど、お寺は10円が良くて、神社は5円です。あ、そうなんですね。決まってまして、へぇ、お参りするもの、お参り、祈りを向けるものによって違うんですけど、ものって言っちゃダメなんですけど、お寺は、死者の世界、まあ、仏様、もともと生きていた方たち、亡くなられた世界に向けてお参りするので、まあ、その世界とは縁を遠ざけるっていう意味で、遠縁で10円です。で、逆に神社の場合は神様にお願いするので、神様とご縁がありますように、意味を込めて5円です。あ、そうなんだ。はい、知らなかったです。なんか、ご縁がいいのかなって思ってました。思いますよね。ご縁どこも。で、結構ここもよく来ます？ここは、はい、よく来るんですけど、はいはい、特にお着物って、浴衣とか着て、来られた方におすすめします。はい、何でかっていうと、はい、今から言うと、この、日本庭園が、はい、近年に写真が撮れるんです。あ、雨だ。え、そう。雨だ。雨か。あれ？なんか私のところかかってないけど、かかるのかな？人力車戻りました。あ、そうですね、はい。やば。ダメか。一応、はい。一応、こんな感じの景色で撮れるので。綺麗。はい。スカイツリー、そうですよね。写真撮るので。私が入ったらまあこんな感じですね。かわいい。もっといい場所あるんですけど。はい、私じゃ映えないです。いやいや、全然。行ってきます。すごい。
人気ですね、この場は。そう、ここは、本当に、なんか、自分たちじゃ来ないので。来ないですよね。来ないので。あ、はい。お仕事。本当だ。雨が止むといいんですけど。でも今やめ、なんかね、どうなんだろう。あら不思議ですね。なんか台風がね、来てるから、下とか、あれとか言ってましたよね。本当にどうなるか。雨でも普通にやられるんですか？やります。雨でも、水に浸るのでも、雨用セットって言って、なんか見えますか？あんな感じで、濡れないような感じで。あ、濡れちゃうので、はい、屋根閉めてたら厳しいですから。屋根開けてきます。屋根どうしようかな。わかりますか？屋根なんか、もう別に濡れてもいいっちゃいいんですけど、かっこ悪いのかな、カメラは。そうなんですよ。カメラとか、ね、あと、やっぱ、撮影してくださってて。はいはい